皆様、こんにちは。月額課金制のつぶらや作品を見放題できるサービスが欲しい。うぷ主のバキさんです。相方のフェイサさんです。ルゴスさんです。神袖です。今現在だと一応フルーガニュージェネとか平成作品を配信してるんだけど、昭和作品とかいろんな問題でキラとダイナとか見れないからね。アマプラに関してはオーブのオリジンサーガと Z しか配信してないからね。そんなことはさておき、今週は視聴者さんが選ぶ怪獣解説やってくよ。解説してほしい怪獣や宇宙人がいたらこの動画の固定コメントに書いてね。それじゃあどうぞ。ごゆっくり。バキフェイサーチャンネル。今回解説するのはこいつらだ。変形怪獣、ガゾート、スペースリセッター、グローカービショップ。左が嫌な予感がするな。はい、ということで今回はやべえやつのガゾートと、完全排除ロボのグローカービショップを解説していきます。まずはガゾートから。変形怪獣、ガゾート。ガゾートはウルトラマンティガ第6話、セカンドコンタクトに登場。ガゾートの身長は59メートル、体重は5万トンで、CV は佐々木麻里さんが担当されています。ガゾートは電離層に住むグリッターという生物が、大量の電磁波の影響で合体し、突然変異を起こし誕生した怪獣です。グリッターってクリオネっぽいね。物語はホリー隊員の恩師でグリッターを研究している水野博士は謎の雲の調査を行っていました。しかし、謎の雲に入ると水野博士が乗る調査機が消息を絶ってしまいます。おっとこれはやべえ方向になってきたぞ。さらに偵察のため雲に近づいた第5のガッツウィング1号を捉えた直後に雲が眉へと変化し、ガッツウィングを取り込みます。そしてその眉は市街地へと飛来して、この姿になり、街を襲撃しました。ホリー隊員はなんとかガゾートとコミュニケーションを取ろうとサウンドトランスレーターという翻訳機で会話をしようとします。結果は成功で、ホリー隊員とガゾートはコミュニケーションを開始します。君は、なんて言うんや？僕は、ホリーや、僕らは君の敵やない、友達や。ガゾート、ここ、好き。ガゾート、それが君の名前なんか？お願いや、暴れたり、僕の友達を襲ったりせんといてくれ。友達？そうや、僕も君も、この星の同じ仲間や。さてここで問題です。ガゾートはホリーを友達と認識しますが、ガゾートはこの後なんと言うでしょう？町を襲撃してたから友達イコール敵という認識なのかな？正解はこちら。友達はごちそう。友達はガゾートの食べ物。は？それってつまり。はい、正解は電離層にはクリッターの食べるものがないため、友達を食べる、つまり友食いの習性を持っていたからです。ホリー隊員を友達と認識し、ガゾートは友達のホリーを捕食しようとします。しかし、眉の中で目を覚ました第5が変身したティガに阻止されます。さらにガゾートを攻撃してきたティガを友達と認識し、ティガをも捕食しようとします。友達の範囲広くない？ガゾートの武器は口から吐くプラズマ光弾と鋭い牙による噛みつき攻撃です。ガゾートは空を飛んだため、ティガはスカイタイプにタイプチェンジして対抗します。ガゾートはプラズマ光弾でティガを苦しめますが、ウルトラボディアタックで撃ち落とされます。最後はランバルト光弾で爆散し、無数のクリッターに戻り電離層へと帰っていきました。さらに第15話幻の失踪にはガゾート2が登場します。続いてはグローカービショップです。スペースリセッター、グローカービショップ。グローカービショップは映画ウルトラマンコスモス VS ウルトラマンジャスティス、ザ・ファイナルバトルに登場。グローカービショップの身長は65メートルで、体重は9万トンです。グローカービショップはグローカーマザーがグローカーボーンの製造機能などを捨て去り、すべての機能を戦闘用に変形した姿です。なんか前作のサンドロスに似てない？気のせい？両腕の爪、ビショップクロー。額から発射する光弾、ブレアビーム。両腕から発射する光弾、ジルサデスビーム。バーニアを使った体当たり攻撃、バーニアダッシュや高速移動などです。ビショップはグローカールークを倒したジャスティスの前に現れ、ジャスティスを追い詰めますが、復活したコスモスフューチャーモードが駆けつけ、2対1となります。グローカービショップは高速移動で2人に背後を取られ、コスモスとジャスティスのダブルキックで頭部の装飾を破壊されたり、右腕をコスモストライクで破壊され、サワンもジャスティスにもぎ取られます。ビショップはブレアビームを乱射して抵抗しますが、コスモスが防御している隙にジャスティスの W 無光線で発射部分を破壊されます。最後はコスモスとジャスティスの合体技クロスパーフェクションを受け爆散しました。大いなる陰謀で見た技だ。今回はここまで。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくね。次回の動画もよろしくね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。今回の動画を見てくれてありがとう。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価をよろしくね。また Twitter もやってるからご覧よ。次回の動画もよろしく。それじゃあ、バイバイ。